みなさんこんにちは、みこいチャンネルのババちゃんです。どうもババです。こんにちは。さあ、珍しい男二人で。そうなんだよ。今日何どうしたの？今日はですね、男二人。そうか、そうだね、初めてだね。今日はポケモンが大好きパパとジョージにポケポケをやってもらった。イエーイ。やっとね、やっとだね。そう、パパはねこそこそやってんだよ、携帯で。やってパパはこそこそやってんだけど、ね、ジョージはねやったことないんだよね。で、その iPad でちょっとやってみてどうなるかっていうのをちょっと今日やってみたいから。なんかあれでしょ、なんか すげえカードが出てきたりとか、あとなんかあの裏技的なね、はいはいはい、感じで、ね、いろいろあるというのは聞いてるので、うん、ちょっとねやってみましょう。早速来た。ポケモントレーディングカードゲームポケットへようこそ。はい、このゲームではポケモンカードゲームのコレクションをスマートフォンで楽しむことができます。まずはあなたのプレイヤー名を教えてください。 OK、 じゃあひらがなでみこちチャンネル。 OK、 拡張パックを開封できます。拡張？ミュウツーとピカチュウと、そう、リグザードの拡張パックがある。あ、何もらえるってこと？そう、なんか好きな拡張パックを選んでください。え、何タコでもらえるってこと？そう、今やば。どれにする？ジョージ決めなよ。どれがいいの？リザードにする。リザードにする。じゃあそれポンとして、これにする。はい、お、切れる。トイヒトカゲ、ヒトデマン、ヤース、カイロス、ナッシー EX。 え、ナッシー EX? EX、キラキラ。やば、全部新しいよ。で、僕はブチッとして、今、障害獲得5枚。うん、で、ヒュッ、226枚もある。226�枚のうち5枚。はい、じゃあ次押して、次に進みますか。はい、コレクション、ミッション、ミッション達成したミッションを押してみましょう。達成、ミッション達成。このパックパワーが満タンになると、あともう少し待つと開封できそうです。パックパワーが回復しました。拡張パックどれがいいって、また3つ、またゲットできるとか。すごいじゃん。今度ピカチュウだって。はよ、あ、待って、拡張パック開封ができるのに通知でした。はい、これは通知しました。あ、待って、ミュウツーになっちゃってるな。勝手にミュウツーになってるな。あ、それは選べないんだね。うん、なんかミュウツーになってた。来た、くるくるくる。なんかひっくり返ってんのかね。エルフーム、うん、カイロス、あ、かぶったねこれ。沢村、沢村、コラッタ、カモネギ。おお、5枚中1枚かぶったね。レベルアップしました。おお、1から 2? 1から2です。パック開封でプレイヤー経験値をゲットしたのでレベルアップしました。ポンとして、新たにゲットチャレンジがオープンしたので見てみましょう。どれ、これ、ここには他のプレイヤーがゲットしたカードを、開封した拡張パックからカードをランダムに1枚ゲットできます。はい、いいよ。ゲットチャレンジは一定時間ごとに更新されます。フレンドが開封した拡張パックも登場します。定期的にチェックしてみましょう。ゲットチャレンジには時間で回復するチャレンジパワーが必要です。アイテムを使ってパワーが回復するまでの待ち時間を短縮することもできます、はい、フリーチャレンジやラッキーチャレンジなど特殊なチャレンジが出現することがあります。どうぞ次。
期限切れのチャレンジは復活時計で挑戦できるようになります。実際チャレンジしてみましょう。ゲットチャレンジただで1回できるから、それ素晴らしい。これにチャレンジ。さあ、どこにさっきのキラキラがあるか。あ、いやいや、キラキラの人影ゲットです。わー、素晴らしい素晴らしい、嬉しそう。いいじゃん、めちゃめちゃいいじゃんね。チュートリアルはこれで終わりにします。ここから自由にプレイしてきてください。前にしたまるパワーパックを使って少しずつ拡張パックを開封していきましょう、うん、初心者ミッションの達成やプレイヤー経験値を入手してレベルを上げ、新しい機能をオープンしましょう、うん、マックスパワーを最大まで回復しました。それではポケモントレーニングカードゲームポケットを楽しんでください。じゃあまずどれからいく。まずパック開けて、またピカチュウカードあげる。いや、ピカチュウやってない。いいよ。あ、ピカチュウやってないのか。そうか、さっき人影やってか。まためっちゃ選ぶの。オムナイト、うん、カモネイ、あ、これかぶったね。サンド、ゴビット、ニードクイーンのキラー、素晴らしい、16枚、16枚達成。16といえば海竜、大きな体格で空を飛ぶ。地球を約16時間で一周してしまう。だってよし、じゃあ1個戻って、あともう1個選べるよ。どれがいい。オッケー、リザードもう一個開けます、うん、来た。あ、待って、このね、下を下げると、そう、オッケー、じゃあそれにしよう。どうだろうね。プチート。どうどう、今待って。サンド。今なんかキラーあったね。9個なし。なし。かぶった。パックパワーがなくなるとパワーが回復するまでパック回復はできません。パック砂時計で待ち時間を短縮してみましょう。1パック回復ダックしてください。パック砂時計の一つで1時間が短縮できますと。プレミアムパスに加入すると毎日1パック追加で開封できます。プレミアムパスは無料で2週間待機にいます。ショップから加入できますと。で、これ押してみて、拡張パックを開封できます。もうすごい、これ3つ4つぐらい拡張する。アーボック、ちょっとフーディーン、キラです。お、なんかあったよ。25枚達成。図鑑ナンバー25ではピカチュウ何匹かが集まっていると、そこに猛烈な電気がとどまり稲妻が落ちることがあるという。毎日プレゼントが受け取れますだって。いいね。フリーアイテムセット無料で書いて、交換が完了しました。ちょっと1個ずつ見てみようか。エンブレム、これは無理だな。スペシャル、あ、これは無理だな。その他何もないな。イベント、あ、ニャースのやつもあるね。これ今まだ無理だから戻って、あれ戻る。ミッション見てみようか。あ、達成、まとめて受け取る、やってみよう。 OK、 じゃあこれ受け取る。これなんか届いてるから見てみよう。運営チームからの早くですだって。アイテム、いつかのチケットだったから、なんか使えるんだろうね、いつかね。オッケー、一回レベル2で、あと、12時間後に、もう一回引ける。オッケー。そんな感じだね。どうやってみて。楽しかった。やりたかったもんね、最後にちょっとゲットチャレンジだけやる、一回。待って。これと、
これっていいでしょ。パパはこうキラキラ入ってるのがいいかなと思うけど。頑張って。あ、シャワーズなのね。だから終わっちゃってるから、運命が。さっきのシャワーズか、ニャースのキラキラ、また運命が。ニャースのキラキラとか。ニャースのキラキラと。これからさっきのシャワーズキラキラ。あ、OK、OK して。じゃあ当ててね、ジョージ。うん、いやー、外れた、堂々でした。惜しかった。あ、ここだった、ここだったわ。ありがとう、送りましょうね。ありがとう。じゃあこれでまた11時間53分後だから、明日の朝7時ちょっと過ぎぐらい開けれるから、それまでお楽しみに。みこじチャンネル。よし、じゃあジョージ今日初めてやって、明日またパックどんどん集めて1週間ちょっとやってみて、でどんだけカードが集まったかパックが楽しみにしてるから。 OK、 大丈夫。グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画を見てね。バイバーイ。